お元気ですか、ボクシュミです。今回は BBM 横浜 DeNA ベイターズベースボールカード2024の開封動画でございます。前回に挙げた千葉ロッテマリーンズとほぼ同じでございます。こちらはワンボックス18パック入りで1パック7枚入りでございます。前編後編9パックずつやっていきます。まずは前編の9パック開封していきたいと思います。では9パック開封していきます。まずはですね、前編の、1パック目でございます。こちらですね、石川達也投手の、カードでございます。でこちらですね、松尾志音捕手の、カードでございます。で伊勢博夢投手のキラでございます。関根大輝投手のカードでございます。松尾志音、捕手でございます。林拓磨内野手でございます。三浦大輔監督でございます。2袋目でございます。山本雄大捕手でございまして、で、佐野啓太、外野手でございますが、こちらはね、ちょっとね、黄色みがかかっています。100枚限定のカードでございます。はい、ここに置いときます。上里に大河、投手でございます。桑原正幸外野手でございます。小園健太投手でございます。で、これはウィック投手のカードでございます。中川隼人投手でございます。3袋目でございます。松本裕之介投手でございます。で小園健太投手のカードですが、こちらは少しパターンが違います。わかりますでしょうか。星がね、散らばっています。こちらが50枚限定のカードとなっております。こちらに置いておきます。森圭斗内野手でございます。森圭斗内野手のカードでございます。こちらがね、ノーマル版でございます。佐野圭太外野手でございます。関根大輝投手でございます。三浦大輔監督でございます。4袋目でございます。西浦直道内野手でございます。でこちらですね、林拓磨選手の、これエスペランザカードでございます。これで、ね、出たっていうことは直筆サインカードはね、ちょっと難しくなってきました。はい、森原康平、投手でございます。かつてね、楽天にも在籍しておりました。渡来龍樹外野手でございます。楠本大志外野手でございます。で森唯人投手でございます。カードでございます。松尾志音捕手でございます。5袋目でございます。
武田陸外野手でございます。中川光投手でございます。これ大和内野手のキラでございます。上甲良太捕手でございます。これは、ウェンデンケン投手でございます。これ下が噛みそうな名前なんでね、ちょっと間違ったらごめんなさい。森唯人投手でございます。で浜口春弘投手のカードでございます。6袋目でございます。大貫慎一投手のカードでございます。で深澤大介投手でございます。でこちらね、深澤大介投手のね、違うパターンのねカードでございます。三島和樹投手のこちらでございます。靴本大志外野手でございます。小園健太投手でございます。で渡来勇気外野手のカードでございます。7袋目でございます。坂本雄也投手でございます。宮崎敏郎内野手でございます。石上大輝内野手のキラでございます。太田大志外野手でございます。かつてね、日本ハムにも在籍しておりました。中川隼人投手でございます。森唯人投手のカードでございます。勝俣敦史外野手でございます。8袋目でございます。佐々木千早投手でございます。かつてね、千葉ロッテにも在籍しておりました。徳山相馬投手でございます。京田陽太内野手でございます。キラでございます。でウィック投手でございます。関根大輝外野手でございます。三浦銀次投手でございます。松本亮斗投手でございます。最後の9パック目でございます。石田裕次郎投手でございます。で松本亮斗投手のこちらもね、限定版でございます。こちらもね、星がキラキラしております。こちらが50枚限定のカードとなっております。渡来勇気外野手でございます。のキラでございます。戸柱安孝捕手でございます。勝俣敦史外野手でございます。で渡来勇気外野手のカードでございます。で最後は林拓磨内野手でございます。以上で BBM 横浜 DeNA ベイスターズベースボールカード2024の開封動画前編の9パック終わりたいと思います。先ほどね申した通りエスペランダカードが出たということはおそらく直筆サインカードね、厳しいと思いますが、後編の9パックもね後日やりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。よかったら見に来てください。以上でございます。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。